9月17日日曜日19時30分から NHKBS プレミアムで放送の新 BS 日本の歌恋の町姫路から演歌特集に前川清、山本譲二、坂本冬美、三山ひろし、森山愛子、青山新らが出演する。出演者全員で恋の歌を熱唱する。切ない恋心から燃える情念まで色とりどりの恋歌を前川、山本、三山が坂本とのデュエットをかけてバトル勃発。若手イケメンも乱入する。古今東西名曲特選は柔ら、帰り船、時代遅れ、大阪すずめ、乙女座宮、星娘、白鷺三味線、男と女のお話、メランコリー、花も嵐も、スペシャルステージは会いたくて会いたくて、姫小石、夜の銀狐、男の背中、また君に恋してる、誰よりも君を愛す、9月の雨、誰もいない海、風立ちぬ、待っている女、愛称か、愛は傷つきやすく、夜桜を7、そして神戸ほか。渡辺アナによる見どころ紹介。今回の舞台は兵庫県姫路市。この町この一枚のコーナーでお伝えする日本初の世界遺産姫路城が有名ですが、実は恋の町としても知られているんです。さまざまな恋物語が生まれた町ということを三山家とサハルの口座名を持つ三山ひろしさんが話しか冬に紹介してくれますのでご期待ください。そんな姫路でのスペシャルステージは恋の町姫路初連歌特集と題してお送りします。胸キュンの名曲の数々にロマンチックな気分になっていただきましょう。ズバリ見どころは恋の町姫路での恋の歌バトル。一番グッとくる恋の歌を歌った人とデュエットしたいと話す坂本冬美さんのハートを射止めようと、前川清さんはフランク永江さんの君恋し、山本譲二さんは増井山尾の四郎さんの男の背中、三山ひろしさんは西条四郎さんの夜の銀狐で歌勝負を繰り広げます。あの手この手で猛アピールする姿に会場は大盛り上がり。個性あふれる仕草や表情が秀逸で、気を引こうと必死な男性陣の一挙手一投足から目が離せません。歌手の皆さんの芸の幅に感服していると、ちょっと待ったと急遽若手の青山新さんまで参戦。青山さんが小学4年生の時に人前で初めて歌ったという思い出のまた君に恋してるをご本人の前で披露する展開に、坂本さんの心はかき乱されます。坂本冬美さんをめぐる恋の歌バトル、果たして誰がデュエットの権利を勝ち取るのかご注目ください。余談ですが、舞台袖で歌手になるきっかけともいえる一曲を初めて冬美さんの前で歌ったので泣きそうになりましたと胸をなで下ろす青山さんに、新君上手、若手の子が歌ってくれるって嬉しいと満面の笑顔を見せる坂本さんが素敵でした。最後に久しぶりの楽屋でトークです。収録を行った兵庫県を舞台にした前川さんの代表曲、そして神戸を披露することについてお話を伺いました。そして神戸をリリースした頃は男女の別れの歌でした。阪神淡路大震災後に神戸という地名があるこの歌をしばらく封印していたのですが、その後神戸を応援する歌へと変化していき、自分でもびっくりしていますとおっしゃっていました。震災があった年の NHK 紅白歌合戦でも歌われ、被災地の人々の背中を押したという一曲。兵庫県の会場から背筋をピンと伸ばしながら歌う前川さんの姿が目に焼き付いています。
新 BS 日本の歌は日本人の心に深く残る歌の数々、多くの人々の支持を集め長年親しまれている日本のスタンダードナンバーとも言うべき名曲を紹介する音楽番組です。新 BS 日本の歌放送 NHKBS プレミアム日時9月17日日曜日19時30分21時出演、青山新、天野亮、久美子、坂本冬美、永井美幸、中西理恵、前川清、三山博、森山愛子、山本譲二、中尾翔。 BS 日本の歌楽団司会渡辺健太関連リンク NHK 新 BS 日本の歌オフィシャルサイト。 Thank you.